左蹴りしかできないでしょ。だろう。バーンバーン、これです。おお、左の蹴りしかできへんねや。もう一回来い。あ、もう一回来い。この野郎。お久しぶりです。おはようございます。おはようございます。ちょっとブレイキングダウンの12のオーディション見ました。まあ試合も無事決まったじゃないですか。まあもちろん YOSHIKI は村田さんと決まって、そうですね。まあ後期はポーランドさんと決まって、はい。で今絶賛炎上してるやん。そうですね、すごいことに。俺も見てちょっとびっくりしたけど、ロマチェンコと横並びやトレンド入りしてるのに、ロマチェンコか俺かみたいな、タブフリーだったけど、あれどう？よし、まあ後期後ですわ。被害者っすね。でもやっぱなんかライブとかしてたら、不意打ち兄貴の弟とか兄貴どう思いますかとか言われるんで、いやもうナイス右フックじゃないですかって言うしかないんですけど、なんか被害者っすよね、完全に僕は。これはもしもミシュラン弟じゃなくて、次不意打ち兄貴の弟、不意打ち兄貴の弟なんでも言うっすけど、不意打ち兄貴の弟っぽいっすね。どう、実際こう見た、踊ってみた。そうですね、全部を見たわけではないですけど、僕の見る限りはすんごい数のアンチコメントが。そうですね。あれは不意打ち？あー、まあでもね、その編集。あ、そうですよね。見えてないところでどういうことがあったんだとか、まあ、僕も一視聴者として見て、そこで何があったのか全部を知らないんで。でもアンチって何言ってもおかしいことがある。そうですね。まあでも、まあ、どういう経緯あったかだけはちょっとアンチがとか、まあ、そのコメントがあまりにもひどいんで、これはちょっと YouTube とかで話した方がいいんちゃうかな。全然も出てなかったんですけど、僕が自ら出て話します。久しぶりに久しぶりぐらいじゃん。お前俺は内容喋った方がいい、それともあとその内容喋るの。まあ今隣にリトルナチがいてるんですけど、リトルナチがその炎上してるような内容のコメントをこう一個ずつ読んでいくから、それを下ミシュランが回答していくんで、一応僕らはそれに突っ込んだりするんで、それでも2日ぐらいかかるんですよ。僕は全部のコメントで言ったら多分俺は3000件ぐらい来てるから。放送できひんような過激なやつとか、ちょっと抜粋しながらでお願いします。10個ぐらい選んで、10個ぐらい、5個ぐらいで、まあまあシンプルにやっぱ一番多いのが、不意打ちはダサいと、で、不意打ちで倒されへんのはダサいみたいなアンチが一番多いんですけど、僕が、俺自分怪我してないから、まず軽くしか打ってんから、軽くで劣ったじゃないですか。まあフラフラにはなってたから、確かに、確かに。でも本人曰く倒れてないっていうあれなんですよね。支えられたから、警備あれなかったらもう死んどったで。え、なんかアンチをもっとこうやらすようなやつやってる今。これはこうやからこうやから、ね、あれはでもあれな、音声あれで聞いたら分かんないけど、左の蹴りしかないどうとかってワイプ入ってるやん。あれな、編集もな、あの後に左の蹴りしかないんだとかみたいな書いてんねんけど、ないんちゃうんかい的なこと言ってんの俺、ほんで左の蹴りしかない言われても、まず一回キュンって触られてるみたいな。俺ホモじゃないから、まあ、触れるキモいやんか。ほんでその後、あれ音声上げてきてパンパンとか言って、なんか言ってたじゃん。ああ、言ってました、言ってました。俺あのパンは何のパン？だから俺のミドルを真似してるんちゃう。ああ、だからそれが、要は学校でさ、指令言ってみるや、言ってみるや、ヘイヘイとか言って、誘発するやつ俺や、自分でけへんやつ。煽りの一環みたいなね。それしかないんやったら、殴るねっていう。あ、まあでも俺も中学校の時帰れって先生に帰っとったもんな。まあそれとしてそんな感じだよね。不意打ちでどうこうって言うんやったら、あいつサトルに殴りに行って当たってなかった。そうやな、それはあったよな、確かに。でもサトルさん、じゃあサップさんはサトル系はしなかった。サップさんはそれだけで言うたら一番の不意打ちに来てサップさんや。それ言うたらな、カメラ回ってへんけど、富澤の友達のあれだ、井上君、やばいよ、毎度。今回もオーディション入ってきて、入ってきて、そのまんま殴られとった。で、一発やもって耐えようと思ったら、複数発やられて、肌折れましたよ。あれ、言ってたよな、あれでも、オーディションのやつでも。これやのに、俺だけ不意打ちに言われても。
っていうことです。でもインパルトがちょっと残りすぎたよな、うん、まあみんなが期待してるからカードやからこそね、期待してるカードやからこそほんまに蹴るしかないんかって思われてるやろなっていう感じなんで、右でこうやっても倒されへんかったから、うん、多分アンチがバーって、でもなんだかんだ多分楽しみにはしてくれてると思うんだけど、でも大体もう俺予想いい声言って、あのもしまあ勝つとするやん、ほんならなんていうコメント来るかって言ったら、あの右フッカーを聞いてたから、あ絶対それは言っとき間違いない。とりあえず今、不意打ちくんの、まあ、ポピュラーな返しをしたから、不意打ちのやつらはもうちょっと答えで、あの次あの頭使ってアンチしてよろしく。次行きましょう。次はね、まあこれも結構多かったね、なんかまあ本当にMC ですから見てんねん一視聴者やん。これはまあまあ以前というか前回のレオの件、うん、で、まあレオで学べよとか、レオも視聴者の意見からそういう出来になったりとかっていうのがあったから、確かにあったな、っていうのはやっぱ結構多かった。出来にしろよ。そう、やったらじゃあサップにしてれば出来ですか。俺言わんといてそれは俺言わんといて。シェンロンのパチキも出来んってことですか。まあレオに言った、まあみんなだからそれがあんまよろしくないよねっていうことを言ってるんだよな。あ、分かった、うん、次はね、これの前かな、オーディションで前田明さん来てましたね、はいはいはい、大御所、はあ、見たもん俺もそれ、あの人の、うん、あの言葉は全く響かなかったのかみたいなかっこよくなれ言ってましたね。あの前って、な前俺の前すっごい話しながら、あの何言ってるか分からない、誰にも聞いてない。次っすね、次行きましょう。もう前田明さんが響いてないんじゃないですか。大阪代表のなんか、うん、やっぱ結局大阪代表ってこんなんなんやみたいな声もやっぱ結構多かったんですよ、うん、まあそれだけ言うたらやで、もう俺これバクちゃったら絶対書けねえけど、リキが前日の記者会見難当する確率 100% もう設定入ってるから、設定入ってるから、で絶対にあのシェンロンと大輔君のネタ使いたいから、ちょっと混ぜた、舐めとったらあかんときでも絶対言うからリキ絶対言うな、絶対。でも大阪ってやっぱそんなんやろって言うけど、それが記憶に残ってる時点で大阪のファンやから、そいつら、うん、まあみんなファンやから、まあまあまあ、確かにそうですね、まああとだからもう、まあ、大阪系が結構多くて、大阪の評価下げんとってとか、うん、引っ越せんまだ実際に他に込めたのはポーランドもサトルを殴ろうとしてたしみたいなとか、カバーしてるみたいな、そうやし、やっぱ実際それで盛り上がってこんだけ湧いてるのも事実やから、うんうん、あれはあれで良かったっていう声も多々あります。ラスト1個拾おうとすれば、ラスト1個拾おうとすれば的外れではないけど不意打ちやんっていう、一瞬だね、違うね、俺な的外れって言った理由はちゃんとあんねん、ほんまに的外れやん。だってさ、オーディション出てるか分かると思うけど、まあ、うちにも一人オーディションに行った人おったわけよ、うちのオーディションにも。へー、もう存在ゼロや。どうで一応してもらう。それでもう一発言ったら、俺数個前の YouTube でさ、天野やつとた、これよ。ああ、ありましたね。あれもな、姿だけ映ってたりとかさ。ましてや今回オーディションの一番始まりなんか、反アンチを、反 BD を言う人たちから始まってた。はい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 。だから、編集の力ってすごいわけよ、まあ、編集の力で盛り上がってるわけやん、編集の力に踊らされてるわけよ、アンチのアホとか、はいはいはい、ないから。ほんで、考えた時に不意打ちとか言い切っててさ、現にいろいろあるわけやん、流れ、うんうん、それでめっちゃマウント取ってるけど、うん、大丈夫って俺だから心配だってさあ、アンチ、アンチ、不意打ちに2期コメントするアンチ、そう。でも俺 DM とかでDM でさ、なんか戦おうやとか、しばきに行ったろうとか、いっぱいあるんで、うん、来て、ここ住所載しといてここやめて、俺のどうでしょう、俺のどうでしょう、一番詰まってるくるやん、一番詰まってるくるやん。来て、入会してもらって、うん、で、戦ったよな、思いっきり、まあ、それはいいと思います、うん、確かに概要欄貼ってきますんで、はい、あ、そうやね、見てみし、なんかとりあえずまあ、だ結局またやっぱ炎上するんですかね、これで。まあ、うん、結局は多分するやろうけど、ちょっと、まあ、それやめてもらう、弁明でも何でもない、まあ、動画ですけど、これは本当に何でもない、何の
連盟する YouTube かな。あの火に油です。火に油です。俺こうやってねっていうのを欲しかったよ。だから我々は欲しかったよ。でも僕も連盟飽きて、逆に兄貴の炎上に気をつけてやっとくんで、僕の TikTok も。よしきまる正統派で売ってますからね。はい、もうちょっと、売ってるからやめなかったんですけど、もうあんまりにもしつこいんで。よしきまる TikTok はちょいちょい下見したら、そういう、なんか、裏の動画みたいなのあるんで、ぜひチェックしてほしいです。ヤンキーやねみたいな。ラグヒーローだな。VH 弟で売っていこうかなと思います。まあまあ、とりあえず、じゃあ最後に、まず、よしきまるから、ブレイキングダウン12に向けて一言と、最後、下見らにもポーランド戦一言もらって締めましょうか。そうですね、僕まあ12勝ったら井原が富澤が言うてるんで、とりあえず村田のおっちゃんパパパッと芝居で兄貴の試合に繋いで兄貴の右フックでも見ようかな思ってます。ではでは、ポーランドはいい、どっちでもいいから、アンチ戦いたい。矛先が変わってます。アンチ終わらんやん。アンチ100人機械 100人スパイ100人組で、あ、そうそう、そっち系でちょっとね、あの、まあ、ポーランドはもう、はい、頑張りましょう。ポーランドの俺のおかげでだいぶ、あの、あいつめっちゃアンチ多かったらしい。あの他の BD の選手に聞いてた。よかったね。あの、みんなに守ってもらって頑張ってください。まあ、まあ、でもブレイキングダウン12もシモミシュランブラザーズ期待しましょう。お願いします。ではでは、どんな YouTube やん。高みを目指し踏ん張れ、もがいて苦しな分だけ人はでかくなれんだぜ。